あの事件はまだ終わっていない。サトルと話さなくちゃ。とうとうあの時のことを話す時が来たんだ。サトル？に電話しなくちゃ。帰ってくるなって。そして謝らなくちゃ。僕なら助けられたはずなのに。絶対絶対ユウキさんじゃない。ユウキさんじゃないんだよお母さん。あの時信じてあげるべきだった。警察が信じなくても私が信じてあげなきゃいけなかった。サトル、ごめんね。じゃあ上がります。お疲れ様です。お、お疲れ。お疲れ様。お疲れした。あ、そうだサトルさん、ん、朝ごはん何食べたか当てようか。は？カレー。当たり。よっしゃ。そりゃあの量あれば朝も食うだろ。ねえ、またお母さんにリクエストしていいか聞いて。すっごく美味しかったよあのカレー。わかったわかった。じゃあな。ったく、しゃあねえな。母さん、何やってんだ。北海道の実家じゃねえんだぞ。鍵くらい閉めろよ。おいおい、返事しろよ。嘘だろ。やめろって。起きろよ母さん。うわ！藤沼さん、昨日お母さんにお裾分けしてもらって。